ラブカス TV 川口学です今日はメルセデス AMG の CLE-53 の誤算ですけれどもこちらですね早速ナンバーがついて日本に上陸を果たしたということになりますというわけでですねまずはラブカーズ TV これのですね内外装徹底チェックの方から行ってみたいと思います 車買ったらすぐ施工「白山50ラブカーズ TV」では登場したばかりの新型車その内外装を徹底チェックと試乗動画を皆さんにいち早くお届けすることをモットーに動画を制作しておりますそしてこのような動画制作のためには皆さんの応援が欠かせません応援の方法としてはチャンネルの登録動画の高評価などありますので是非ともよろしくお願いいたします さあ、今回の CLE53 ですけれどもまずボディカラーはスペクトラルブルーというですね、非常に美しいブルーのですね、メタリックのカラーということになりますそしてですね、先日皆さんに CLE お届けしてますけれどもあちらはエレガントな大人のクーペという雰囲気でしたけれどももうこちらはですね、見るからに本当にスポーティーなクーペになっているなというのがもう一目でわかるものになっております 全長は 4855mm 全幅は 1935mm そして全高は 1435mm そしてホイールベースは 2875mm というサイズになっておりますまも、あ、との CLE から比べるとですねまずこのワイドなですねボディというのが非常に印象的なものになってますけれどもこれは前後ともにですねトレッドを拡大していて。 専用のののボディパネルをででですすね持っているというのが特徴ですのでよく見るとフロントフェンダーリアフェンダーですねやはり広がったものになっているのがポイントということになりますそして顔つきですけれどもまず大きな違いとしてこのパナメリカーナグリルがですね入るというのが AMG モデルならではという部分でしょうね こちら通常のメッセージだったら3ポイントッドスターのエンブレムが入っているところにはですね AMG ののエンンブレムがが入っているのがポイントととうことになりますまたこのバンパーなんかもですね通常の CLE の AMG のラインよりもさらにですねこうワイドな感じを醸し出しているそんな造形のものが与えられているのがポイントということになります。 そして最も大きな特徴というのは,やはりこちらですねボンネットフードの形状が全く違うものになっていてここにですねエアのアウトレットが入っているのがポイントですねそしてそのエアのアウトレットを囲むように2つのドーム状のですねこの盛り上がりが入っているところがまあいかにもハイパフォーマンスなユニットが搭載されている証といえる。 部分でまあこのフロントセクションを見ただけでもうすでにですねかなり違うなという感じがしますしやはりですねトレッドが広がってワイドになることによってこのフェンダーもワイドな造形になってますからこうして見ると、まあ、張り出したものになっているということですよね。そしてそのフェンダーに合わせてバンパーも造形しますのでバンパーも必然的にワイドなものを採用しているのがポイントということになります。 さあそしてサイドに回ってきますとこのフォルムですけれども基本的には CLE と同じフォルムを持っているはずなんですけれども。 やはりですね、前後のフェンダーがワイドになることによって、横から見た際にも、やはりちょっと違うぞというところを感じるわけですけれども、それはですね、リアフェンダーがさらに膨らんでいるので、この上のライン、そしてこのフロントフェンダーが膨らんでいる上のライン、ここもですね、強調されることによってですね、ちょっと見た目がやはり違うなというところがすぐに分かるものになっております。またこののフロントの プレミアムレングスのところにはですねエアのアウトレットが入るのが AMG モデルの習わしというか最近のモデルはですねみんな入ってますのでそうなってくるとここの辺りのですねアクセントとしても違うものがついてくるということになりますそしてこちらに、ね、ターボのロゴとフォーマチックプラスのロゴが加わっているということになるわけですねさらにまあサイドから見たときにです、ね、一目でスポーティーだというふうに分かるのはやはり AMG モデルで車高が下げられているというのもありますし組み合わされるタイアンドアルミホールですね こちらフロントが、ね、265の 35ZR20 というサイズのミシュランのパイロットスポーツ S5 が採用されております。 そして組み合わされるホイールもですねかなりこの細かなスポークになっているわけですけれども今までのものとはちょっとデザインが違った深さが出ているようなですねスポーティーなデザインのホイールが採用されています表面が切削されていて中がブラックという、まあ、組み合わせ自体はこれまでと同じような組み合わせなんですけれどもやはりですねここで一段深くなることによって相当ワイドな、えー、タイアンドホイールなんだろうなということを感じさせるそんなものになっておりますそしてその奥にレッドに塗られた AMG のですね4ポットのキャリパー そしてその奥にはドリルドのブレーキディスクが入っているということになります一方でリアタイヤですけれどもこちらはですね 29530ZR20 ということになりますまあ、当然フロントよりワイドなものが与えられているということになるわけですがさらにですねフロントよりもこちら深く立体的なですね造形を持っていることがいかにもスポーツモデルらしいですねタイヤンドホイールかなというところですねまあ、この車フォーマチックプラスですので四輪駆動ではありますけれどもやはり もともと後輪駆動をベースとする四輪駆動システムを使ってますのでリアタイヤの方が太いというのが一つポイントになるということでございますさあそしてリアから見た時にまずクォーターですねここから見た時のこのフェンダーのです、ね、盛り上がりが相当に通常の CLE とは違うものだということを感じさせる部分ですよね特にこのキャラクターラインから下の部分でフェンダーがフレアしている造形を見るとですね、まあ、ただものではないなという感じがもう漂ってきております そして、まあ、後ろから見た姿ですね主に違うのはバンパーの造形ですねこのような感じで見るとエグゾーストが左右に2本ずつ出た計4本出しのエグゾーストを持ってるわけですけれどもこれもですね周りをグロスブラックのパーツが囲んで真ん中にディフューザーが切られているというところからも分かりますように。 まあ非常にです、ね、どっしりとした感じになっていますしその上でワイドトレッドになってますからこのような感じで,です、ね、タイヤがまあかなり外に出てるというのもちらっと見える辺りがすごくスポーティーな印象を与えますまたそのタイヤのすぐ後ろの辺りにです、ね、このエアのアウトレットのようなアクセントがつくことによって、まあ、ワイドボディであることを感じさせるそんなデザインになっているのがポイントということになります。 搭載されるパワーユニットをチェックしたいと思います。ボンネットを開けますと、はい、このようにですね、以前見ていただいた c l の2 0 0とはもう全く異なる、そんなですね、見栄えのエンジンが搭載されているということになります。まあ、こちら AMG のカバーがかかってますけれども、この下にあるのは3リッターの排気量を持つ直列6気筒の、 直噴ターボということになりますまあ、それが縦置きに搭載されているということになるわけですねそしてこのエンジンですけれども最高出力は449馬力を発生して最大トルクは560ニュートンを発生するということになりますただし ISG 搭載モデルですからこちらですねエンジンに組み合わされる急速のトランスミッション AMG の場合は 9インチトロニックの通常のです、ね、トルコン AT ではなくてトルコンの部分をターバンクラッチに切り替えたトランスミッションありますけれどもそのトランスミッションとエンジンの間にモーターを挟むことによってモーターの力もプラスアルファしておりますこれがまあ23馬力と2 0 5ニュートンを発生するということになりますのでさらにトータルの出力はもっと高いものになるということになるわけですねで結果0 1 0 0キロ加速これ4.2秒をですね実現しているということですので、まあ、ポルシェの 9 11カレラぐらいのそのぐらいのですね加速性能は持っているということになるわけですね一方でこの車車両重量は結構重くて2トンちょうどということになるわけでそれによってです、ね、燃費の方はリッター10.6キロというまあそれほどですね優れた数字ではないですがやはり450馬力近いパワーを持っている4駆のハイパフォーマンスマシンと考えると、まあ、悪くはないのかなというところでございます。 ちなみにエンジンルームを見ますと C クラス系のエンジンルームはこのサスタワーのです、ね、リブが非常にしっかりとした作りになっているのはもう他のモデルでもご覧になっていただいてますけれどもさらにこの5.3の場合はです、ね、保護パーツが入っていてこのサスタワーからサスタワーのところにです、ね、このような感じでバーがです、ね、走っているということでエンジンルームをさらに補強しているということになります。まあ、これによってです、ね、フロント周りの ワイドトレッドになって、まあ、足回りなんかもですね専用の足回りになってますからそれを受け止めるだけのボディを構築しているということになりますドア自体はですねノブが通常の、まあ、クラシックタイプというか最近はポップアップするタイプ多いですけれども通常のですねノブということになります。 で開けますすとクーペモデルですからやはりサッシュレスになっているのが特徴ととうことですねなおかつ、まあ、ドアの大きさがかなり大きく重いというのもクーペモデルの特徴ということですのでちょっと開け閉めにですね何があるかなというところはあるかもしれないですねそしてこの車の場合はインテリアブラックということになりますですのでもう派手なです、ね、ところは一切なくてここにまずグレーのステッチが入っていてそれ以外の部分こういったドアのハンドルの部分の パワーウウィンドウのパパーーツとかですねパワーシートの調整とかですねドアノブとかその辺りのパーツはすべて他のモデルと共通しているものというところで,ですねまたブルメスターのスピーカーグリル入ってますけれどもこちらはです、ね、ブルメスターのサウンドシステムが入っている証しということになります。 さらに開けたところのスカーフプレートですけれどもこれ AMG のロゴが入って白く発光するタイプが採用されておりますそしてその奥のペダルですけれどもこちらも相変わらずおなじみのですねステンレスにゴムの滑り止めがついたタイプということになりますこちらのシートの形状自体ですねアウターシェルの形状は通常の C クラスなんかと同じで CCLE の200なんかとも同じ形状なんですけれども中のですね構成が違ってますねまずヘッドレレストに AMG のエンブレムが エンボスで入っていてそしてグレーのステッチが入っていてメイン部分はこのようにパーフォレーションになっていてさらに AMG の刺繍が入っているタイプということになりますそして背もたれの部分にはですねこのパーフォレーションとステッチが入っていてまあ、AMG ラインのスポーティーなシートよりもさらにまあ豪華なですね AMG の刺繍やエンボスが入ったタイプでこのあたりの切り返しなんかも専用のデザインというものになっておりますでは乗り込んでみたいと思います ま、ドアのもう音はすごいドンってなりますよね。それとクーペモデルなのでドアを閉めるとこのようにはい、肩口からシートベルトのガイドが電動で出てくるという仕組みになっております。で、えー、実際にですね。乗り込んでみます。と、まあこの空間自体はその cle の時とまあ何ら変わらぬものなんですけども、構成されているパーツが違うので全然違う。車に乗ってるなっていう感覚がすごく感じるものになっているわけですね。 ちなみに今エンジンをもうスタートしたいと思いますけれどもはいこのような感じでセルが回らずにもうエンジンがいきなりドーンとかかるというですねのが ISG モデルの特徴ということになるわけですね要はモーターがですね最初の始動のところをしてくれているのでセルはいらないということになりますなのでキュン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 という音がですねしないそんなですね目覚めになるということですね。 なので例えば信号待ちなんかでアイドリングストップしてるときも同じようにスンとですねかかっていくそんなですね特徴があるというところでございますまあ実際に見てみますと例えばハンドルですねこれ AMG の専用のハンドルになっていて形状自体は AMG のラインのハンドルと変わらないんですけれどもこちらにですねスイッチが入ってくるわけですねここでモードを切り替えることができますのではいスリッパリーがあってインディビデュアルがあって コンフォート、スポーツスポーツプラスレースという<え>モード切り替えが可能になっていてこの中にもカラーの液晶が入っているのがすごいところですよねさらに左側にもダイヤルがあるんですけれどもこちらはですね ESP のオフのスイッチさらに MG ダイナミクスをこのように切り替えるまあサーキットによってですねその特性を変えるためのそんなですねスイッチがここに備わっているとそしてこのスポークの奥側に パドルが備わっているわけですけれどもこれ通常のメルセデスと比べるとだいぶ大型の E の文字のような形の形状のそんなパドルがついているのがポイントということになります。またよく握る部分はこのようにディンプル加工がなされたものになっていてステッチもブラックではありますけれどもクロスステッチになっているというところですね。さらに ダッシュボードですけれども全てレザー張りになっていてステッチが入るタイプのものになっていてそれがドアの方にもですねつながっていく造形になっているということでございますまたパネルはカーボンのパネルが入っていてまあこれがやはり amg モデルに乗ってるなということを感じさせる大きな要素かなというところですよねまあ、通常の cle なんかを見てもこちらブラックのウッドが入っていてアルミのラインが入っているエレガントなものがついてますけれどもこの カーボンになることによって非常にスポーティーな雰囲気を醸し出してますしその周りのアルミパーツに加えてアンビエントライトが入るということでかなり華やかな印象のインテリアになっているなというところは他のメルセデスとも同じということになりますそしてさらにメーターですけれどもおなじみの12.3インチのメーターになっていてこれはですね右側のスポークのホームボタンを触るとこのように見た目を変更することが できるということでナビ中心の見た目を作ることができたりとかさらにはヘッドアップディスプレイのこの表示の調整を行ったりとかですねさらにはこのようにアクティビティスタンスアシストディストロニックが広く表示されるような見た目も作り上げることができると,ということになるわけですね。もちろんテーマが様々にあって通常のクラシックの他にもこのような感じでスーパースポーツメーターというですねちょっとこう ドーム状な感じのですねタコメーターが配されたものになっていて、まあ、エンジン回転が上がるとこのようにオレンジのですねグラフィックが広がっていくようなそんなですねデザインにもなっておりますさらに11.9インチのセンターモニターありますけれども、まあ、これもおなじみですけれども左スポークの方のホームボタンを押しますとこのような感じでこちらで,ですね動かすことができるということですねで例えばコンフォーートトにするとシートの 調整なんかももちろんできるわけですけれどもマッサージがついてますのでこれでまあシートマッサージを動かしながら走ることもできるということですし例えばまあタッチでも動かせますのでタッチですねアンビエントライトの色をですねこのように選んで、まあ、マルチカラーにすればさまざまなこの色が時間によって移り変わっていくようなそんなですねものにもなっておりますまあもっともこちらのですねモニターも含めて操作系は背面性です どうぞお話しください六本木ヒルズに行きたい現在のルートを削除し新しい目的地へ案内しますという感じでまあ、名前言ったらもうすでに案内まで開始されているということでハイメルスと目的地を言っただけで案内はもう 始まっているという非常に優れたユーザーインターフェースを持っているのがまあ M B U X の特徴ということになります。またこの C L E はですね M B U X にジャストトークという機能が入っていまして、今まではまあ何かをやってもらうためにはそのハイ、はい、メスっていう掛け声が必要だったわけですけれども、このジャストトークが入った M B U X であれば一人で乗っている時はですね、もうそういった掛け声をせずに 東京タワーに行きたいと言えばすぐにですね案内が始まるというそんな機能も持ってるわけですね。これあの今助手席にハマスは乗ってるので私が東京タワー行きたいと言っても何も出ないわけですけれども一人で乗ってる時にはそれが効くということになるわけですね。というのも m b x は、まあ、マイクとかでですね どちらの席に座っている人、まあこの車4人乗りではありますけれども、セダンなんかもセダン以外 SUV なんかも含めると、どのシートに座っている人が発話したかというところもですね、認識してから答えるようにしているので、要するに運転席以外に人が座っている場合はそのジャストトークは使えないようになっているということなんですね。なので一人で乗ってる時はもう喋る人が一人しかいませんから、 ドライバーであるということが分かりますのでそれでジャストトークが使えるということになりますまあこれもし、えー、2人乗りでですねジャストトーク使えると普通の会話でまあ、発動してしまう可能性がありますのでそこは多分1人乗りの場合に限定しているんだろうなというところでございますでおなじみのモニターがあってさらにですねはいそのうち 後ろにセンターコンソールがこうつながってレイヤーでこうつながるような感じになってるわけですねでグロスブラックになっていてここを開けますと USB の C と小物入れと置くだけ充電カップホルダーなんかが備わっているということになりますちなみに鍵はこのように通常のメルセデスと同じような鍵になってますけれどもこちらに AMG のロゴが入ったタイプということになりますさらにセンターコンソールはこのように両開き式になっていて開けると USB の C が2つ備わっているということになります そしてミラーですけれどもこちらは縁なしタイプのミラーということになりますで内装はライニングが全部ブラックになっていてこのような感じでカードホルダーが右サイドにあって蓋を開けると天井に LED のランプが付くタイプのバイザーを備えているということですねさらにまあ、こちらの コントロールユニットありますけれどもその周りにこのようにアンビエントライトが入っていて、まあ、夜になると美しく光るようなものになってるわけですよね。で SOS ボタンとかもちろんですしルームランプなんかもこのようにタッチで、はい、柔らかにこう点灯するタイプ柔らかに消灯していくタイプのそんなですねランプが備わっているということになります。なのでこのような感じで オオンオフで、ふわっとと、ね、点灯すするというそんなものを採用していますでさらにこの車の場合、グラスルーフ採用していて、こちらに操作スイッチがあります。まあ、以前はですね、こうジェスチャーコントロールを持った操作系もありましたけれども、最近あんまりジェスチャーコントロール使ってないようですね。で、これをスッとなぞると、このような感じで、シェードが開いていきます。シェード2段階で。 でさらにこのように、はい、サンルーフも何段階かに分けて開閉が。でグラスルーフを開けますとこのような感じでフロント部分にはネットが立ち上がるようになってますねこれで虫なんかが入ってこないようにするのと風の巻き込みをまあ防止しているというそんな機能が備わっております。 こちら肩口のところにストラップがありますのでこれをですね引っ張るとこのような感じで電動でシートがスライドするということですねでアクセスして背もたれを戻すと自動で戻ってくるということになるわけですねで CLE のクーペの時も見ましたけれども意外に座れるかなというところですねまず天井拳が1個ギリギリで入るか入らないかぐらい、まあ、手のひらだと23枚入るぐらいというスペースになっております さら、まあ膝前ですけれども、拳が1、2、2個半か3個ぐらいの、そのぐらいのスペースはあるということですね。ただ、足元、このような感じで、はい、シートレールの台座がありますので、その上にですね足を乗っけるような感じになるということですし、まあ後ろになるとやっぱりヒールヒップが低くなるので、この膝裏のところは上がってるんですけれども、後ろはかなりお尻のところは下がってますので、当然、ですねこの膝裏は少し空いてくるかなというところですね。で 背もたれは僕のののよりりちょっととと高いいいぐら感じススペースということになります当然窓はこのように開かないタイプのものがクォーターが入っているということになりますねさらに右側にはブルーメスターのスピーカーが入っていてその下にアンビエントライトが入っていてこれもかなりですねこうして見るとしっかりと入っているなという感じですねまたシートのサイドなんですけれどもこのような感じでちょっとスペースが空いていてなんか物を置くような そんなですねところになっているという部分でございますさらにセンターには小物入れとこのようにカップホルダーが用意されているということでこのモデルは4人乗りということになるわけですねまたエアコンの吹き出し口も一応このようについていてその下にもまあスペースがなんかあるんですけれどもここは USB とかあるのかなちょっと不明ですね触った限りではなさそうな感じですけれどもスペースが空いております ルーームランプもも入入っってていいいまますすしコートフックななんかこここにに実は入っているということうりますですので、まあ、意外に短距離であれば座れるかなというところですしお子様であれば、まあ、もうちょっと楽に座れるのではないかなというそんなリアシートでございます。でラゲッジですけれどもおなじみの3ポイントエッドスターを押すとこのように開くと。 いうことになります。でまあ、これも CLE のクーペの時にご覧になっていただいたと思いますけれどもできる限りこのように追い込んではいますが、まあ、こっち側ネットがありますけれどもこっちの方が広くなっていてただ真横にゴルフバッグを積むというのは厳しいかなというところですねちなみに、はい、床下はこのように二重底になっていてメルセデス純正の組み立てボックスそして緊急箱とパンク修理キットなんかが備わっているということになります さらにこちら見ていただきますとストラップがありますけれどもこれを引くとですねこのようにま物を引っ掛けておくフックが出てくるということになりますまた背もたれですけれどもこちらからはですね倒すレバーがついてないですねこれモデルによるのかなこ,この辺りに普通レバーついてたりするんですけれどもこちらから見るとですねレバーがついてなくてこれは室内からこのようにですね、はい、ロックを解除すると 背もたれを倒して使うことができるというもので結構な奥行きになるというところでございます。はいというわけで今回はメルセデス AMG の CLE53 フォーマチックプラスクーペこちらはですねチェックしてきましたけれども、まあ、かなり専用のパーツなんかがおごられていて、まあ、見た目がもう大きく違う迫力あるモデルということで走りに相当期待ができるなというところですね。 でこの車お値段ですけれども1290万円ということでやはり AMG モデルとなりますとこのぐらいの値段にはなってくるということですねただ性能を考えると1290万は意外に安いところなのかなという部分ではあります。まあ、この車の車場合 オプションがこのような感じで100万円ぐらいついてますので合わせると1390万以上になってきましてさらにですねまあ消費用とかいろいろ入れますと1400万円台になってくるということでございますまあそれでも例えばポルシェ911カレラなんかを買おうと思ったら車体価格だけで1600万円以上そしてオプションを入れると1800万2000万というようなところになってきますのでまあそのぐらいの性能を持っていながらということを考えると意外にですねまあ コスパとは言わないですけれども高いいのかなという,ふうに感じますというわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございますチャンネル登録いただけばあなたの次の愛車が見つかるかもしれませんそんな思いでラブカス TV は動画を制作しておりますそしてこのような動画制作のためには皆さんの応援が欠かせません応援の方法としてはチャンネルの登録動画への高評価などありますのでぜひともよろしくお願いいたしますそれではまた別の車別の動画でお会いしましょうラブカス TV 川口学でした